今年3月、富士テレビで22年にわたり、平日朝8時から放送してきた小倉智明さん総合司会の特ダネが番組終了となり、その後番組、目覚まし8の総合司会に谷原翔介さんが抜擢されました。これまでに情報バラエティ番組、王様のブランチでは2代目総合司会を10年務め、その他、 現在も続投中のクイズ番組アタック25や音楽番組、料理番組などで司会を務めた経験はありますが、帯のワイドショー番組の総合司会は彼にとって初めての経験となります。すっかり司会者としてのイメージが定着している谷原章介さんですが、本業は俳優でドラマや映画など多くの出演実績があります。 ここで谷原章介さんの経歴をご紹介したいと思います。1972年7月8日、神奈川県横浜市に生まれた谷原章介さんは、市内の小学校、中学校を卒業し、神奈川県立広北高等学校へ進学しました。高校卒業後は、節モードセミナーへ進学しますが、在学中にスカウトされ、 メンズノンノの専属モデルとなりました。説モードセミナーはイラストレーターなどを多く輩出している美術学校ですが、当時スタイル画を学ぶため服飾学校の学生も多く通っていたようで、谷原さんもファッションデザイナーなどファッションに携わる仕事をしたいとこの専門学校を選んだようです。モデルとしてスカウトされた時、モデルなら、 ファッションに通ずるものがあるかもしれないと思い受けることにしたのだそうです。専門学校はその年に中退してしまっていますが理由は明らかになっていません。1995年23歳の時に映画花より団子の道明寺司役で俳優としてデビュー。2004年32歳の時カミングダウトで バラエティ番組の司会に初挑戦し、2007年には寺脇康文さんの後任として、TBS 王様のブランチの2代目司会に就任します。しかし、王様のブランチのオファーが来た時、俳優業と両立できるかと悩んだ谷原さんは、かつてドラマ共演したことのある小玉清さんに相談しました。そこで小玉さんから、 僕らの仕事は多くの人に見てもらうことが大切とアドバイスされ受けることを決意したのだそうです。そして2015年、谷原さんはそのアタック25の3代目司会者として就任することになるのです。そんな谷原さんに関してよく検索されているキーワードは子供です。そう、子だくさんで有名ですよね。 現在、谷原家には6人のお子さんがいます。2007年3月、元タレントの三宅恵美さんと結婚し、同年10月に長女が誕生したのですが、結婚した時、すでに恵美さんの連れ子である長男がいたため、谷原さんは二児の父になりました。その後、2009年4月に次女、2010年10月に次男、 2012年2月に三男、2015年4月に第6子となる三女が生まれました。奥様のエミさんは谷原さんの5つ年下の1977年生まれでアイドル活動をしていたこともあります。出会いは2001年放送のドラマ、救命病棟24時の第2シリーズでの共演だったようですが、この時エミさんは 石田一生さんと交際中だったとみられ、2003年12月に石田さんとご結婚されています。その約2年後の2006年1月に石田さんと離婚が成立した後、谷原さんが出演している舞台を見に行ったことで、二人の仲は急接近。離婚から約1年後の2007年1月にエミさんの妊娠が発覚し、 二人は結婚しました。ちなみに、連れ子である長男は、石田さんとの間に生まれたお子さんです。石田さんは結婚当時、起床時には目の前にお水が置いてあること。水を飲み干したら、今度は左右を出すこと。シャワーを浴びている間に、バスタオルと服を定位置にセットしておくこと。サラダのドレッシングは、 必ず7種類用意すること、などのかなり細かい決まり事を奥さんに課していたそうです。こんな旦那だったら6人もの子供を産んで育てるのは100%無理ですよね。旦那の世話に時間と労力を取られすぎ。その点で言えば言うまでもなく谷原さんはイクメン。そうでなければ6人も育てられませんよね。 しかも、谷原さんのイクメンぶりは、半端なものではありません。毎朝8人分の朝食を作る。仕事が重ならない限り、すべての子供の学校行事に参加している。そして、もしどうしても仕事が重なってしまった時は、心底残念がる。家事が得意で、子供の手下げ袋やランチョンマットも、ミシンで手作りする。 家にいれば食事は自分で作り、お弁当作りもお手の物。その腕前はプロ並みとも言われている。できる限り子供たちの送り迎えを行い、しかもママチャリをこいで現れる。夜の仕事仲間との飲み会には子供たちをお風呂に入れてから参加する。そんな小沢さんの谷原さんは現在家族10人で、 6億円もの大豪邸に住んでいるということが分かりました。場所は世田谷区深沢の高級住宅街。地下1階、地上2階建ての大きなお家で、敷地面積は220坪あるそうです。この家は2012年に新築したとみられ、谷原さんと奥さん、6人の子供たち、そして谷原さんの父親と、 えみさんの母親の10人で暮らしているということです。そして谷原さん関連でもう一つよく検索されているキーワードは英語です。どうやら谷原さんは英語が堪能なのだそうです。NHK で放送の英語で喋らないとの番組内で、香港の俳優アンリー・ラウやフランスの俳優ジャン・レノと 通訳なしでインタビューしている姿が放送され、その英語力が注目されるようになりました。しかし、留学や海外暮らしの経験があるという情報はなく、どのように英語力を習得したのかは不明です。中学1年の時にスティングのアルバムを買ったことで洋楽にはまり、その後、高校生でメタリカを聴いてからヘビーメタルに魅了され、 かなり聞きあさっていたそうです。高校生の時にはヘビーメタルバンドを結成していたこともあるようで、その後はサイケデリック、ソウル、ファンク、ヒップホップなど様々なジャンルにまで音楽の興味は広がり、現在までに収集した CD の数は5000枚を超えるのだとか。このように若い頃にかなり洋楽にハマっていたようなので、少なからず、 リスニング力などに影響はすると思いますが、会話力が上がるわけではありませんので、洋楽をきっかけに個人で学んだものと思われます。谷原さんは洋楽以外にも多くの趣味を持っていて、そのうちの一つがテレビベア収集ということで、現在200体以上所持しているらしいのです。そりゃ豪邸が必要ですよね。アメリカのロックバンド、 グレートフルデッドのキャラクターのクマを集め出してから、テリーベア収集に移行していったんだそうです。それ以外にも、少女漫画好きや歴史好きでも知られており、ゴルフやサーフィン、古着、スニーカー、時計、家具の収集の趣味のほか、大型二輪免許を所持し、ハーレーにも乗るなど、たくさんの趣味を楽しんでいらっしゃるようです。この谷原さんの 他趣味でトークの引き出しが多いことが、司会者としての需要にもつながっているのかもしれませんね。王様のブランチの現場では、たくさんいるブランコたちに誕生日プレゼントを贈るなどの気遣いを見せたり、元カノから彼の悪口が何も出てこないことから、顔がハンサムなだけでなく、心もイケメンだという噂の谷原さん。これからは、毎朝8時から、 あの落ち着いた声に癒される奥様方が続出することでしょう。ますますの活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。